本恵里奈です。3歳からバレエを始めて、で17歳の時に大阪のソーダバレエスクールでお世話になって、で高校卒業と同時に我が名はバレエアカデミーに留学しました。でいろんな国ちょっと行ったりもしたんですけど、ロシアのバレエ団で5年ぐらい踊ってから日本に帰国して NBA バレエ団で今踊らせていただいてます。なんか坂本エリナのエリナは普通は漢字なんですけど、まあ、ひらがなにすることでなんかちょっとこう温かみとか馴染みやすいかなって思ったのでひらがなにしたんですね。どんな人にでも通いやすいし、でいつでも来ていいし踊りやすいって、スタジオに来る回数限られるとかなく、たくさん踊ってたくさん練習してたくさん上手になってほしいっていうのが私のコンセプトなので、なんか好きに踊ってほしい、そしてたくさん練習して自信持ってほしいって思ってます。まあ、土曜日と日曜日のオープンクラスは今も生演奏でレッスンしてるんですけど、そのうちジュニアクラスの子たちにもその生演奏でいいピアノで踊ってほしいなって思いもあるし、で、まあ、ロシア語そんな、まあ、文法はどうかって言われたらうってなるんですけど、ロシアにいるダンサーたちたくさん呼んで少しでもそういった海外の雰囲気を味わってもらって、で、まあ、ロシアに留学、他の国もそうなんですけど行くんだったら全力で応援できるようなスタジオで、なんか行きやすいスタジオになればいいなって思ってます。バレエを通して自分に自信がついて光り輝く、その人生になってくれたらいいなって思ってます。ゆうりさん紹介していきたいと思います。お願いします。Здравствуйте, меня зовут Юрий. Я много лет работаю в балете. Раньше я работал в Мариинском театре и в Академии Вагановой. Теперь я работаю в компании NBA. И также играю уроки в студии Ирины Сан. Ирина Сан очень хороший педагог, прекрасная балерина. Она училась в Академии Вагановой. Поэтому ее метод очень хороший. Это русская школа балета. Я очень счастлив играть в этой студии. Студия очень красивая, светлая, хорошие студенты. Спасибо. Юри さんの訳すと、ユリさんはずっとロシアのマリンスキーで働いていて、今 NBA バレエ団で朝のクラスを弾いてもらってます。で、それで私のスタジオにも弾いてもらってます。私のスタジオのことをすごく広くて明るくていいスタジオだと褒めてもらってます。ありがたいです。これからもよろしくお願いいたします。スパシオバイショー。はい。